どうも。今回はね、いつも自分が e スポーツで走っているグランツーリスモスポーツの VR ツアーを見てみた。息子から届いた今更だけどね、VR。昨日ちょっと初体験してみたんだけど、思いっきり酔ってしまって。それで今日はね、ゆっくりと歩いてみることにしてみた。いつも走っているベアマガ号をじっくり見てみようとね、ショールームっていうのがあって、そこにお邪魔してみた。これ画面湾曲してるけど、 VR の中ではまっすぐだから、なんかグワーンってこれね、リプレイするとなっちゃう。リプレイじゃないか、画面をコピーしたんだけども。で、まずは GT300 クラスだね。まあ近づいてみたりするけど、どこまでもよくできてる。すごい。室内もね、忠実に再現されている。GoPro までついてる。まあもちろんこんな風に湾曲して見えなくて、まあ、VR の中では立体に見えてるんだよね。はい、次は GT500 クラス。まあベアが帽子をかぶってたりね、ジャンバーを着てたりする。ここはね、マフラーの感が気になったので、覗き込んだらちゃんと鳴ってて、こんな鳴ってんだなって。ここリアアンダーカールの黒いカーボンとこから管が2本出てるっていうことを VR で初めて知った。
最後はグループ1のグラチャンマシン。いや、俺いつもこんなん乗ってんだね。かっこいいわ。マジで。ライト明る。いろんなところが気になって寄ってみるんだけども、寄りすぎると酔っちゃいそう。室内とか走ってる時普段よく見えないんだけど、すごくよくできてる。驚くよ本当に。まあ今日はこんな感じ。ではまたまた。